周南市立図書館は山口県周南市の公共図書館。2003年4月21日の市町村合併に伴い旧西2町の各公共図書館を引き継ぐ形で誕生した。2018年2月には新たに徳山駅前図書館が開館し、現在は中央図書館を中心とした以下の六館体制となっている。また、中央図書館では移動図書館、 山彦号、山彦号ジュニアを運行している。2014年9月に市が策定した第二次集南市、子ども読書活動推進計画に基づき、お話会の実施や、学校図書館との連携、団体貸し出しの拡充など、子どもの読書活動推進を行っている。2020年3月3日から31日まで、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策のため、 全館臨時休館となった。4月1日からは一旦再開したが、周南市内で感染者が確認されたため、4月6日から5月10日まで再び全館臨時休館となった後、さらに5月24日まで臨時休館を延長した。図書館システムは全館共通化されている。図書館カードも全館共通利用が可能。また、全館が 山口県立山口図書館の遠隔地利用者返却システムの対象館である。図書館カードは通常の図書館カードと図書館カード機能付き T カードの選択性いずれも全館で利用可能だが、校舎については徳山駅前図書館でのみ発行しており、条例で定められた規則に加えて T カードでの集南私立図書館利用に関する規約、及び t 会員規約が適用される。CCC が定める t 会員規約の定めが異なる場合は t カードでの集南私立図書館利用に関する規約が優先的に適用され t カードでの集南私立図書館利用に関する規約に定めのない事項については市場例で定められた規則と t 会員規則で定められた規則及び書規約の規定が適用される。 周南市立中央図書館周南市の中心部に位置する。1948年10月に開館。1982年1月6日に現在地に移転した。合併前の旧称は徳山市立徳山図書館徳山市立中央図書館。徳山にはかつて小玉玄太郎が旧津の郡徳山城の聖火跡に設立した市立図書館小玉文庫があった。 1903年の開館以降、郷土の社会教育施設として親しまれたが、1945年7月26日の徳山空襲により消失した。この文庫を惜しむ市民の声が、本図書館の建設へとつながったとされる。小玉文庫の跡地付近には、現在、小玉玄太郎生誕の地公園がある。耐震工事明けの2019年3月1日の、 再開館を機に愛称を小玉文庫メモリアルと制定した。旧新南陽市の中心部に位置する。1932年4月に富田町立図書館として開館。南陽町立戸田図書館を経て新南陽市図書館となり、2015年5月12日に現在地に移転。合併前の旧称は新南陽市図書館。旧新南陽市の福川は地区に位置する。 1908年4月1日に福川、村立、福川図書館として開館。南洋町立を経て新南洋市、福川図書館となり、1990年11月1日に現在地に新設。周南市立熊毛図書館旧熊毛町の中心部に位置する。1989年10月14日に開館。2010年6月1日に現在地に移転。 合併前の旧賞は、熊毛町立図書館。本州唯一の鍋鶴ライ地である八大盆地に近いことから、鶴や野鳥に関する資料の収集を行っており、鍋鶴、バードブックコーナーを設けている。周南市立六屋図書館旧六屋町の中心部に位置する。1993年11月15日に開館。合併前の旧賞は、鹿野町立図書館。2階に、 民族資料展示室が設けられている。集南市立、徳山駅前図書館徳山駅前図書館集南市が JR 徳山駅に隣接して整備した集南市、徳山駅前にぎわい交流施設の各施設。2018年2月3日に開館。中央図書館とは約800メートルの距離に位置している。本図書館は、集南市徳山駅前にぎわい交流施設とともに、 指定管理者制度が導入されており、指定管理者であるカルチュア・コンビニエンス・クラブが一体的に管理を行っている。年中無休の開館、図書館内への書店やカフェの出店など、竹押図書館、歴史資料館をはじめとした CCC が運営する他の図書館と共通する特徴がある。ウェブサイト上で予約した中央図書館の資料を当日中に、 本図書館で受け取ることができる当日受け取りサービスや宅配で自宅から返却が可能な宅配返却サービスなどが提供されている。2階には子供向けのフロアであるキッズライブラリーが設けられている。CCC によるウェブサイトでは3階に仕事や学習にも利用できる席が用意されているとされる。ただし会館の約4ヶ月前に公開された集南誌のページにも 学習スペース、ビジネススペース等の記述がある一方で、同時に公開された内観イメージにあるビジネススペースはレイアウトもイメージも実現されていない。入居している建物の看板が条例上の図書館名称から徳山を省いた周南市立駅前図書館という表記になっているが、正式名称は周南市立徳山駅前図書館である。これは当時の市長、 木村健一郎の判断によるものであり、後に市議会で謝罪している。指定管理者の CCC が図書館区画の一部を使用して、スタヤ書店及びスターバックスを営業している。なお、市民活動支援センター、交流室、1階飲食施設等は、周南市徳山駅前賑わい交流施設の区画にあたる。周南市立徳山駅前図書館に関するカテゴリー、 ありがとうございます。